なぜワシントンはフロンティアを襲撃したの？ワシントン？人探しだ。あれを盗もうとしたモホークの女を。残念だけどお前には無理ね。あっ！撃て！できるだけ町から離れろ。森に隠れるんだ。シャドウハゲード！アバ様に言われて大柳の枝を取りに来たんだ。あのお茶を？ババ様は正気なの？あのお茶は液より害が大きいわ。ダメよ。そうはさせないわ。お、生きていたか。驚いたな。だが今回は逃がさんぞ。母さん！ワシントン。母の失敗をお前が償うんだよ。大柳へ行き、てっぺんに登って若い枝を折っておいで。それを煮出して飲むのさ。それで力が得られるだろう。なぜ？アーノルド、倒しここをお守り頼んだよ、みんな。一度は逃がしたが、今日こそは逃がさん。ベンジャミン・フランクリンを探せ。ボストンで解放して。解放だと？バカめ。献上品でございます。あの村で成敗なさったものにございます。陛下、生きてたか。驚いたぞ。ガネンドゴン、生きて。あ、まさかこんなところでまた会えるとは。母親ともども死んだと。ババ様に助けられたんだ。俺は母さんを守れなかった。いや、それを言えば村もだ。それであんな動きができたのか。どの獣の精霊に会うか、それは旅ごとに違うんだ。それは旅ごとに失敗の危険があるというじゃないか。よし、わかった。また俺が飲もう。必要なのは牢から解放することじゃない。ワシントンの力から解放しないと。味方だ、ラドン・ハゲードン。サミュエル・アダムス。君がかの狼の男か。こらえろ。神よ、私たちは何を。心配ない。パットナムはいないし、ボストンネックの隊長は協力的だ。ワシントンの王宮は私が考案した特別な方法で守られているのだ。だがあえてそこをつけば、その守りを突破できるというのか。くだらん仕事をすまんな。ニューヨークで待ってるぞ。どうかしたのか。ボストンネックはパットナムの罠だった。それじゃあみんなは。全滅した。俺から船を取り上げておいて、のこのこと。落ち着け、フォークナー。あんたは反乱軍の味方だろう。助けてくれ。じゃあアキラ号をつないでるロープをほどいてくれ。俺はちょいと乗組を集めてくる。で、囲みを破って出航か。泳げ。敵は俺が引きつけておいてやる。万人、これを見ろ。仲間を退かせ、降伏するんだ。海しか逃げ道がないことは分かってたんだ。俺は拷問されて。ガネンドゴン、気にするな。陸だぞ。あれを見ろ。何を考えてこんなものを。左舷から船が来ます。ワシントンの手下どもだ。見逃しちゃくれねえぞ。隠れろ。もう進め。
べ、ハーフセールだ。旗を集めろ。アキラ号を偽装するんだ。聞こえたな。奴らの旗をマスターに掲げろ。よーそろー。久々の戦いに俺様の血もたぎってきやがったぜ。回り込め、海の木座に変えてやるんだ。俺もなんだか燃えてきた。血は争えないらしい。じゃあ親父さんも船に。じいさんの話さ。名前はエドワード。荒っぽい連中の下で、そう聞いた。軍に？いや、そうじゃない。だが、その話はまた今度にしよう。長くなると。
ゆっくりと行け。嫌いが浮いてやがる。嫌いを撃つなよ。こっちも巻き込まれてお堕物だ。攻撃ができないならぶつけてやるまでのことだ。ぶつける？フルセールにしろ、フォークナー。船は捨てるぞ。お前も海に飛び込め。岸まで泳ぎ切るんだ。やろうとも、フォーハリー。あれを見たまえ。ワシントンが港に行った隙を狙ったのだろうが、あの城を攻めるとは。タイロを断たれた。このままでは壊滅だ。すぐに助けに行かなければ。今のをもう一度できるかね。どうやら完全に包囲されたらしい。敵の新手は俺が引き受けよう。あなたは門までなんとか退却を。交代だ。引け。
ってきている。片付けてくれ。一体何の騒ぎだ。陛下、実は民衆が城に攻撃を。民衆？攻撃？まことなのか。はい、陛下。知れ者め、ようこそが民衆の解放者であるとなぜわからん。要は民衆のために生涯を捧げてきた、与えてやったのだぞ、自由を、世が。なのに謀反だと。どうかしておる。陛下は導き手であらせられます。恩に切るよ。またしばらくは潜伏しないとならないが、君の名は？ラドン・ハゲード。よろしく頼む。後ほど今後のことを話し合おう。
どうした？ポール・リビアが3日前から行方不明だ。今の兵士によると彼の妻子も消息を絶っているらしい。心配だな。リビアは有能で得難い友だ。彼は町を解放すべく奮闘していた。彼を信じ支持する者が少しずつ増えていたのだが、俺がリビアの後を継いで人々をまとめよう。民衆を味方につけ、ワシントンに代わる指導者を。この国の指導者はあくまでも民衆だ。に至った我が国は今後さらなる高みに至ることだろう。語るなら真実を語れ。ワシントンが演説をしている。これは奴の力を推し量る絶好の機会かもしれんぞ。来てくれ。親愛なるアメリカ国民諸君、聞いてほしい世の話を。我らの広大なる国土には偏在している。ある者が苦しみ、そう、苦しみだ。求められているのはより良い生活、より良い未来、より良いアメリカなのに、犠牲、そして霊俗、国民の誰もが感受している。自由のために。だからあえてここでいよう。それこそが世の糧であるのだと。無駄ではないのだと。諸君の困窮は知っている。悲惨な戦い、食料の不足、犯罪、これらの席は全て謀反人ジェファーソンの一党に帰する。だがしかし、我らにはそのようなつまらぬ問題を乗り越え、結束するに値する目標がある。ならばこそ、速やかにハントどもを抹殺し、約束された栄光を目指し前に進まねばならぬのだ。諸君、世には聞こえている。諸君の高なる400万の心臓が今世と鼓動を同じくしているの。今日、世は大いなる計画をつまびらかにしよう。兵士たちで地を埋め尽くせ。作り上げよ、無敵の艦隊を。そして速やかに憎むべき敵を討滅するのだ。イングランド、かの国の海岸を犯し、農地で真紅に染め上げよ。敵の骨を麦を粉にするがごとく砕き、英国人たちを奴隷にしようではないか。そして手に入れるのだ、これまでの苦難に見合う対価を。その果てに我が国は正当なる地位を得る偉大なる国家、神聖にして不可侵の王国、それがアメリカ合衆国なのだから。
決起の準備は全て整っている。ワシントンを倒す時が来たんだ。それにしても独立戦争からわずか数年、全幅の信頼を置いていた彼を倒すのに命を懸けることになるとは。革命の呪しは俺が上げよう。軍事地区に一人放った。弱点を見つけているはずだ。火薬を爆発させるから、そいつを合図にして一斉に立ち上がってくれ。もう少し早ければ。恨み事なら後にしろ。だが爆発させるのは簡単じゃないぞ。こういうのはどうだろうな。火薬庫に倒れるように一工夫した上で、あの塔を火事にするんだ。よし、俺が火を放とう。あんたは下に火薬の樽を。犯人を探したぜ。火事だ。誰かいないのか。こっちもいいぞ。
おい、計画は大成功だ。今敵兵は分散している。城はガラ空きだろ。こいつの出番だ。厄介な仕掛けだが、君なら何とかできるはずだ。やってみよう。うまくいくように祈っていてくれ。扉を無理に開けたのか。ワシントンを止めようとして。だけどこれで何とかなりそうだ。侵入者だ。出てきたところを撃つんだ。
誰かが通ったようだな。だけど母さん、母さんの意志は必ず俺が。
ついにここまで来たか。ワシントン司令、リンゴを渡せば殺す気はない。なぜこれを？それは危険だ。危険などない。使いこなせばな。だがリンゴに人の心を支配する力はないかと問うならば、あるだろうな。あなたはリンゴに毒されているんだ。なぜだ？どうして世を気遣うようなことを言う？リンゴを渡せというのは救うためか、世の魂を。それとも自分のものにして国を支配しようというのか？国は民衆のものだ。心にもないこと。ありえんことだが、仮に世がリンゴの虜になっているとしてだ、お前はリンゴをどう使う？俺は人々のために使う。リンゴを持つのはそう重荷だが福音でもある。さあ正直になれ。民衆の奴隷であるような気がしているのだろう。主人になりたくないのか？あなたは支持されてない。答えになっておらんぞ。世がこの国を治めるのだ。狂気の振る舞いもここまでだ。
ラドン・ハゲードン、俺はワシントンに殺された。だが頼む、リンゴに手を出すな。お前のことが心配でならないのよ。お前は道を見失っているわ。リンゴを手に入れようと思ってはダメ。どうか聞き分けて。今がチャンスだ。リンゴ奪え奪え。司令、持っていけ。こんなもの私はいらん。これは所詮人間には過ぎた力だ。沈めてしまえ。重しをつけ、誰も手の届かない深い海の底に。行き先はどこに？ワシントン閣下。いつからそこにいた？邪魔でしたか。いや、構わん。どうやら行き詰まっておいてのようで。まあそうだな。失礼ながら閣下、野心に満ちた国がひしめくこの世界において、共和制国家は生き延びられませんぞ。おい、君。主権在民、大いに結構。そのための独立戦争だったのですから。しかし、この国がこれから繁栄し、大国となっていくためには、中央に強い権力者を置き、共和制の弱点を補わなければなりますまい。強い権力者です、閣下。そう。あえて申し上げるなら、もし国王の称号を授けられても、誰もがそれをいぶかしく思わないほどの権力を持った。君、一切の打算を抜きにした答えはこうだ。そんな提案に従えば、我が国にはこの上ない最悪が降りかかるだろう。そのような話を持ちかけるには、これほど不適切な者もいまい。国への愛情、自分や子孫を案ずる気持ち、私への敬意、それらがあるのならどうか聞いてほしい。そんな考えは捨てるのだ。そして二度とそちらから私には接触しないでもらいたい。もちろん君の同輩にも願う。用は済んだ。帰るんで。ああ、そうだな。帰るとしよう。Thank you.